今回は2021年の振り返りです。こんなデッキ流行ったなぁと見ていただけると幸いです。本年は当シリーズを見ていただきありがとうございました。今回は寿司分王を相手にするときに意識しだしたことをモイロ解説で紹介してくよ。お相手は11連勝中やし、試すにはもってこいやね。なんでボイロ解説するつもりやのに、この BGM カード使ってるんや。前回の動画以降、寿司相手を何度もシミュレートしてきたから、自分なりの答えが見つかった試合を紹介しようと思っとるよ。これはいけません。行きますよ。やれ！スルルク！突っ込め！落とせ！頑張ったのに。スルルク！やれ！案を練り直します。やれ！スルルク！今は見んでいい。魔法使えないんですよ。これだ。やれ。俺は悪くない。なんとか丸く収めましょう。これだ。行きましょうか。ここで綺麗になりきられてまうのは、うちの位置取りがあかんね。行きますよ。一度目の寿司は、魅力5枚正気式2つで、最短58カウント。そっから、正気か魅力が1つ減るごとに2カウント追加。今回のお相手は、魅力4正気1つやから最短54カウントやね。チキあふれはそこから12カウントやから、今回は54から42カウントの間に1回目の寿司が来るわけやな。寿司デッキの高強ダメージは分王頼りやから、兵力を削るか計略を使うかで城に張り付かれんようにしたよね。僕が握ったこの寿司で、分王の寿司で、我の妖術で蹴散らしてくれ。この後に絶対カウンター狙いたいし、チキを吐いてでも綺麗は守らなあかんね。止めれた校長が入りまくっとるやんけ。なんだこのガバガバ防衛はたまげたな。なんとか丸く収めましょう。それでここなんやけど、寿司は2回のチャンスで一気に取るデッキやから、基本的にべったり張り付いてくるよ。その分ずらしを狙いやすくて、
10回目の切れ庭がターニングポイントになると思っとる。守りは頑張ったけど、式使ったんもやって、プラン自体は狙い通りやね。やっぱり私じゃダメ。今はミンでいい。火の球線は伊達ではないぞ。2回目の寿司は最短で22カウント。今回はそっからマイナス4やから18カウントで飛んでくるね。それまでにミートしておくのは必須条件や。やれ、今参ります。やれやれ、我が主君に降伏せよ。ここが一番のポイントやで。大元気を倒すと復活させられるから放置して。高層天寿を使って文王を狙うよ。この兵力の部隊を残して、フミオン本体を狙うことで、獅子のパワーを抑えれるはずや。なんで刺さる必要はあるんですか？今、参ります。タイムを超えて、進む時です。僕が握ったこの寿司で、文王の寿司で、行きますよ。なんだって。行きますよ。魔法使えないんですよ。俺は悪くない。こんな感じに倒せない部隊を作りつつ、運を削りに行ければわらデッキでも寿司わらにワンチャン作れると思ったよ。少しでも参考になれば嬉しい限りや。寿司デッキの目安はこんな感じやね。タイムスケジュールの決まってるデッキやから覚えとくと便利やと思う。そんじゃここまで見てくれてありがとうな。進め！
最強の男グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。前線を立て直す。男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男。グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。戦線を立て直す。
長き平和が訪れればよいのだが。戦線を立て直す。筋肉痛が。じゃあダメだ。もっと角のところかしこまんかい。じゃあダメだ。行くぞ。援護。贅を尽くした食事は心を豊かにするのだ。突き進め。下手こきましたわ。腹が減ってしまったわ。突き進め。行くぞ。援護。今日はこの辺にしといてあげる。じゃあダメだ。じゃあダメだ。本当はこっからだろ。おい、抜き進め。筋肉痛が。Come on.
えてくれる人はいない。我ら光栄の働きで前線を立て直す。突き進め。すまへん陛下、下手こきましたわ。陣圧迅速に。進め。行くぞ。進め。今日はこの辺にしといてあげる。進め。俺はこっからだろ。援護。ゴールド解放。マスター肉痛が。タイマーを超えて進む時です。贅を尽くした食事は心を豊かにするのだ。突き進め。突き進め。ゴーグ解放。光栄の働きで前線を立て直す。突き進め。突き進め。突き進め。今日はこの辺にしといてあげる。とどめだ。突き進め。すまへんか、下手こきましたわ。突き進め。腹が減ってしまったわ。ダメだ。嘆く暇などありませんよ。ダメだ。ツンツルの訓練不作。無理じゃ。行くぞ。全員突撃だ。
いざ戦場へ。行かせない。民と共に死ぬなら、それも本望。民と共に死ぬなら、それも本望。貴様、ゾウさん、一緒に敵ぶっ飛ばすぞ。
蒼天が裂け砕けてゆく様を。
際にはこのお札が一番です。でかいのかましてやろうぜ。当てろ。ほら当てるの答えを。ほらほらほら震えな。縛られるの嫌だわ。でかいのかましてやろうぜ。決戦に挑むのです。どうもどうも、動画を開いてくれてありがとう。今回は対中期間で意識してることを話していこうと思っとるよ。前回の調整で武力上昇値が4になったことで、初心者から上級者まで幅広く使われていて、上長対決にもよく出るデッキだよね。旧作ではこのスペックで刻印の代わりに当時は特技だった歩兵がついていたりして、長らく環境を席巻してたんだよね。中技を使うか中技と戦うかの時代があったな。その頃のプレイヤーは各々どう対処するかを考えたりはえんかったから、いろいろ考えたわ。でも武力上昇や効果時間がすごいわけでも、ナイス速度も上がらない中技カウンが3コストを占めてるけど、そんなに強いものなの？確かに式6の回復号令やと露食や王旗は武力プラス5やもんな。でもそれらの回復は兵力が減って初めて得られるものやよな。最初から兵力 140% でぶつかってくるカウンを倒すには骨が折れるんよね。せやからまず削りやすい部隊を見つけて、そこから崩していくしかないと思っとる。加工日記や竜禅に象徴、そういった部隊にどう圧をかけれるかやと思う。乱戦ダメージの計算式的に武力の低い相手なら兵力が 200% あっても割とガツガツ削れたりするしね。その辺は試合終盤にはっきり出る箇所があるから、そこを見てくれたら分かりやすいはずや。働きで前線を立て直す。鎮圧は迅速に。
熟だったわ。殿、ご無事で。そこか。倒すよ。そこか。投げる暇などありませんよ。ライン。そこか。かなり欲張ったね。策があるとはいえ、この形崩されて中期連打のパターンになると危うそうじゃない。せやね、守りで部隊を落としてしまうと釣り戦能力の高い中期に連打されて押し込まれて致命傷になると思うわ。ただやっぱ殲滅力は低めやから、ガン以外に主力を当ててカウンは張り付いてきてもマウントしてきても極力複数部隊が同時に相手しないようになっていくで。前後光栄の働きで前線を立て直す。守らんと。そこか。倒すよ。艦運長が木のもとに存分に棒を振れ。ここで使わないってことは再起で確定だね。部隊を撤退させないことを最優先しつつ、余裕があれば時間をかけて守る感じかな。師匠、あっちに。そこか。働きで前線を立て直す。倒すよ。師匠、うん、やるぞ。あっちに。こんな感じで同艦以外から処理していくかが大事かと思うんや。2試合目はガラデッキで中義と戦う試合を用意しとるで。わらが一番中義の相手しづらいとこやしな。今回は直近のアップデで計略が情報修正された調整の話をしていこうと思うよ。
修正内容は、効果時間 7.5 から 8.3 カウント。寒冷さんの時の武力低価値がマイナス5からマイナス7。強化されてはいるんやけど。ニュースペック仲間やったフレのシューターが知力4になってしもて取り残された感が否めへんのやよな。各国の武力6制圧に黒煙騎馬枠と比較して、正気に突撃術や速度上昇がないのも痛いとこやな。ただ、このカードは正気に血のりを持っとるんや。相手のデッキに合わせて覚醒するか決める分には持ってこいやな。血のり騎馬のええところは、後々紹介するとして、試合の例を見ていくよ。一人でも多く生き残れ。とんでもないことになったぞ。わしは逃げぬ。どうや、どりゃ迎え撃つ。俺は負けねえ。ああ、勘がいい。どこへ。昨夜内乱は取れたけど、相手の足並みが揃っとるから、次は抜けて立ちターンになりそうやね。冷静は寒冷に関係なく式4で武力プラス8、 1.5 コスも撤退するだけあってなね。計略として効果が高めやな。お相手はカウンター狙いを選択。次の相手のターンでは冷静が戻ってくるから騎馬2枚を消して、もう一度冷静で守りたいかな。校長カットインが入った時は試合のその後のプランを考えとるで、マフィア号令に連打される流れの時は冷静から寒冷の噴撃につなぐのを想定しとるよ。ことになったぞ。ああ、使うがいい。俺たちだけでこう、はい、あげる。まあ、そうだろうな。どうや、うわ、迎え撃つ。レッレッ、命を貸して、まっすぐ進め。迎え撃つ、行くぞ。迎え撃つ。マジか。くらえよ、倒産。バカ。一人はいる。くらえよ。我が父親は将校と共に。守りきれたものの逆転されてしもたな。王位が残っとるから強引に内乱でまくって再起で締める流れにしたいとこやね。一人でも多く
生き残れ。ホールド開放マスター力と心に刻むのだ。希望の花を勇気に変えて。俺たちだけでこう、はい、あげる。そうそう、地の利き場のええところの話なんやけどな。こんな感じで奥義で復活した豪作をきっちり一発で破壊することができるんだ。文句の案が語ってきやがれ。主の命運をつなぐ。我が命にかけて。マジか。わしは逃げぬ。迎え撃つ。三時や行くで。よーい。とこんな感じに武力22やった両党が武力10のや。貫く。一人でも多く生き残れ。叶えよ。一人はいる。今回はこんな感じや。スペック面や感銘1以下で使い物にならへん欠点はあるものの、今回の強化を受けて感銘3で使う価値も出てきたとパート思うで。そんじゃここまで見てくれてありがとうな。次も見てくれると嬉しいで。今回は、微細ポイント特集、アンコモン長考に注目してくれ。
ただ武を尽くすのみ。ほら、関雲長が手のもとに存分に武を振るえ。綺麗事だけじゃ生き残れないぜ。悪いのはあいつだぜ。罠で屈するか。乱れた世を塗り替える、その時が来た。私のこの勝利が天下への第一歩だ。我が軍略しかと心に刻むのだ。今が勝機ならばただ武を尽くすのみ。進め。乱れた世を塗り替え、その時が来た。突破せよ、参る。おのれ、はかったか。参る。悪いのはあいつだぜ。蹴取られる。負けました。戦は好かぬ。書の続きだ。罠を屈するか。マイル、俺は死ねないんだ。オーバーの解放、行くぞ。
さあ、おら。綺麗事だけじゃ生き残れないんだ。回る。ほら、英知の一端をお見せしよう。マイル、俺は捨てないんだ。ほら、負けました。立てよ、マイル。罠で復活するか。ご視聴ありがとうございました。